はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきますか。続き。ホゲータがレベル9と。まだ、あれだよな。まだ何にもやってないんだよな。ちょっと、ポケモンを捕まえたぐらいしかまだやってないんだな。さあ、やっていきますか。東大がアダコーダーだったよな。さあ、やっていこう。いや、昨日マジで頑張ってやろうかなと思ったら、いや、いかんせんね、なんか豚麺食うやん。豚麺やったっけ、あの駄菓子の豚麺食って、さあお腹もちょっと膨れたし、さあゲームやっていくかと思ったら寝ちゃったね。仕事終わりなんか寝ちゃうんだよな。なんでいる？どうした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 ？こいつは？こいつの名前何？こいつバイオレットっていう名前じゃないよね。いや、なんか違うんだよ。やる気がない時はあれなんだな、あの耳んところのそのなんかオーラがないんだな。お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペーパーだっけ？ポケモン博士、フトゥー博士の息子さん。ああ、息子なんだ。父さんは関係ねえ。まあ確かにな。父さんは関係ねえ。でもお前ギャル系の主人公か？目隠してから。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。なんで、どうしてこの姿に？助けてくれた。不思議な鳴き声を調べたらライスが崖落ちちゃって。この子は助けてくれたの。力を使い果たしたみたいで、その後へたり込んじゃったりしたけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。サンドイッチ食ったらめっちゃ強くなったよ。ミライドンの姿、ミライドンって言うんだ。ミライドン、この子の名前。ミライドンなのに、あやすあやす。お前見かけない顔でその制服。いや、今日からの生徒なんです。そう、私がライスです。どういうポケモンなの？ミライドンの世話が務まるか、俺が試してやろうか。え、戦うの？別にいいけど。いや、今の俺の状態で負けたらお前恥かくぜ。え、今回のトレーナー戦ってこんなん？変わった感じ。星ガリス。おお、星ガリス。いい名前だね。いい名だね。嫌な奴のこと思いしまっちゃったね。思いやもういいや。そしたら、うわ、かわいい。いや、かわいいか、かわいいか。とりあえず、ヒノコ。フルアタでいいでしょ。うわ、弱っ。ちょっとポケモン捕まえるだけでもレベル上がっちゃうから。あ、レベル5なんだ。そりゃ弱えわ。そうやね、まだだって始まってすらほとんど始まってないもんな。ほとんど始まってないのにもう1時間経っちゃったからな、前回ので。うわー、これみんなレベル上がるのいいな。もしかしてこれめちゃくちゃ楽勝なゲーム？やっぱ子供がやるようなゲームになっちゃったのかな。もういや、ものすごくもう小学生というか、もう幼稚園でもクリアできるぐらいので。ポケモンの初代とか金銀とか、ちょっと小学生というか幼稚園にはちょっと厳しかったもんね。これどこみたいな結構あったもんな。ピッピ人形というか、なんかポケモンの笛とかも、なんかシルクスコープとか難しかったもんな。幼稚園の時やけどね。ミライドン連れていくならこれを持っていけ。あいつを制御するモンスターボールさ。ほん、ミライドンのボール。へえ、そんなんあるんだ。なんか、ペットみたいな感じで、連れていくんかな。めっちゃシカトしすぎじゃない？学校ちゃんと来なよっていうことはあれなんかな。不良なんかな。か、なんか研究に勤しんでるみたいな。いい笑顔だな。いい、今の主人公いい笑顔だったよ。でもなんか知ってそうだった。それはね。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだ、東大上から。やっぱさっきの最初のやつが学校なんだよな。なんか学校にしてはちっちゃいというか、なんか学校あって運動場があるっていうのが学校みたいな。てか運動場があるのが学校みたいなイメージがすごい強いからさ。これ地方、東京の学校ってどんなんか知らんけど、大体運動場があっての学校だもんな。テーブルシティ。
おお、発展してるね。急に発展してるね。ボールがついてる大きな食べ物が私の、あ、全然違うやん。あ、向こう学校なんだ。え、さっきのところ何？ただの寮かな？そうだよな。ちょっと学校にしてはちっちゃいなと思ったんだよ。ライスと勉強にできるの？すげえな。すげえ学校だ。なんかF、ファンタジーに出てくる、そのなんか、魔法を使ってアーダコーダーでするような学校に、すんごい近いね。見渡す限りの山、草むらに森、そして女の子、この自然の中、いろいろ場所でたくさんのポケモンが暮らしていて、ライスとの出会いが待ってるよ。どうした？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 待ってるようじゃねえよ。改めてパルディア地方へようこそ。うん。まだ始まってなかったんだな。うん、でも今回のポケモンは、なんか ポケモンマスターになるのを目指すんかな。俺がやった DS のやつで、ちょっとやったのがあって、なんだっけ。なんだっけな。その、観光じゃないけど、なんかその、一人一人の主みたいな、村長みたいなあって、なんかいろいろやるみたいな感じだった気がするんだけどな。何のゲームかな。いや、何のゲームっていうか、何のポケモンか覚えてないんだよな。やった記憶はあるんだけど、あれな、勝負しようよ、いいよ、別に。もうそんな感じで勝負しよう。うわ、ちっちゃいな。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたら勝負。はぁ。はねはねがめっちゃ可愛いんだけど、にゃってしょったな。出たー、タランチュア。タランチュア。あいつ名前な。タマンチュラ。やっぱポケモンはね、動物をちょっとね、名前を変えたような名前が多いな。え、一匹だけ？ちょ、ホゲータ、強いな。てか、そこら辺の雑魚戦やったら、ホゲータめっちゃ強いな。なんかこれ、ま、お、マリルリー、マリルリーだっけ？うわ、超かわいい。あの尻尾痛くないんかな？ルリリ。レベル7なら臨床で一発じゃしないやろ。いや、さすがに防御力低いか。ああ、そんなことないね。跳ねる。跳ねてるね。しかし何も起こらない。なんかさ、跳ねるもさ、体重がでかかったら、ダメージ与えられるみたいなの結構面白いと思うけどな。なんかあったんだよ。ギャードスが跳ねるを使ったみたいな。いや、跳ねる使ったらとんでもねえだろみたいな。いや、確かにみたいな。めっちゃ確かにって思ったら、だってね、もし橋の上とかで戦って、ギャラドス、跳ねるだ！ドバン、ドバン、ドバンつって、橋が壊れた！相手のポケモンが落ちていく！ギャラドスは飛行だから一応飛べるんだ！こっちの勝ち！みたいな。ルリリ。手持ちに加え、あ、どうしよっかね、ルリリ。そこになんかフローゼルみたいなクソ強いやつがおるんだけど。なんかこの虫ポケモン嫌いだから、あんまり好きじゃないから、バタフリー以外、虫ポケモンあんまり好きじゃないから、まあ、他にも好きな虫ポケモンおるかもしれんけど、今思い返す限り、バタフリー以外の虫はあんまり好きじゃないから、虫は使わない感じで。あんまり、ブイゼル捕まえたいね。ブイゼル強いよ。特攻と、素早さが速い。素早さが125とかやったかな。あんまり覚えてないけど、ただ速い。速い記憶がある。臨床はワンチャン死ぬ可能性があるから普通に体当たりして、まあ、キルの状態だったらもうモンスターボールで捕まえられるんじゃないかなと。もう、捕まえてないポケモンガンガン捕まえていこうぜ。うわ、これは楽しいわ。ガンガン捕まえる感じ、すげえいい。なんか、ポケモン、金、銀やったとき、裏でやったとき、なんか、レトルフリークでやったとき、もう倍速でできるんだけど、倍速のね、感じがね、まあ楽しかったもんね。ガンガン。リルル、フローゼル、俺ならリルルいらん、いいか。
第4世代ではね、ブイゼルはね、ガンガン使ってたからな。さてと、あとはなんかアイテム落ちてないかな。コダックか。でもガンガン捕まえていこう。コダックめっちゃおるやん。うわ、こんなんしよったらもう一生終わらんぞ。臨床。いや、でも全部捕まえたいよね、その捕まえてないポケモンは。いや、多分みんなこうやってすると思うんだよな。多分ジムリーダーでも相当強かったりしたら嫌だから、なんかガンガン負けずに勝っていきたいから、こう野生のポケモンをね、捕まえながら行こう。全部捕まえたいな、捕まえられるポケモンは。できれば。急所あんまり出らんな。急所の確率ってなんぼなんだろう。32分の1なんかな。それとも、なんか100分の1とかそんな、結構低い確率なんかな。多分相当変わってるはずだから。コダック。あ、コダックいらんわ。ゴルダックに進化しても、アズマオぐらいの強さしかねえから。まあ、平均的な能力。ディフェンダーいらねえ。いや、いるかもしれない。ふわー、しかもこんなとこ行けるんだ。うわ、やば。これ崖とか登れないよね。ゼルダみたいに。ゼルダやってないけど。うわ、こんなん取るじゃん。うわー。これ、なんか、あれだよな。ポケモンに乗れるみたいなことはあるんだろう。早く乗りたいな。ポケモンというかバイクみたいな。ポケモンバイクみたいな。あ、でもあんまりあれやな。寄り道しちゃったら。足遅いからまだ。多分足速くなるなんかあるから絶対。それ、わお。わお。それ取ってから、寄り道した方がいいな。寄り道するっつっても、あれだな。ちょっと、本当にちょっと、軽く、うわ、軽くやるぐらいでちょうどいいな。あんまり、寄り道せんとこう。ちょっとね、ちょっと、小道ずれるぐらいの寄り道にしよう。あ、こういう、なんか、ボールがあったりしたらボールのところに。あ、な、ウパーみたいなのおる。ウパーか？お、なんか、ラッキーみたいなやつ持った。ピンプクみたいな。え、なにこのウパー。色違うんだけど。なんかあるんだよな、そのなんとか地方のポケモンみたいな。俺、ソード&シールドやってないからな。マットショット。これ死んだりしたら経験値入らないから、ポケモン変えた方がいいんかな。傷薬持っとうけど、まあ、まだ使う方がいいのはもったいないよ、さすがに。パモ使うか、パモ。名前がいいパモ。まあ、ウーパーは使わないと。で、これ持ってるだけで、あれだよな、レベル上がるから、ガンガンレベル、その、進化させられるよな。で、ちょっと、でこれ新しいポケモン捕まえた後の、これちょっと鬱陶しいな。パモ使うか。逃がすとかここにあるし。ここに逃がすやめて。なんか、ここのボックスに、ある時だけ逃がすの表示させてくれないかな。間違えそう。間違えてパモン逃がしたら嫌やな。ちょっとレポートしとくか。パモン嫌やわ。よし。あ。なんか、B 連打で、なんか、スライディングできる。あ、しゃがめるんだ。B でしゃがみか。そういうことね。よしよし。そしたら、うわ、この羽っこ、いっぱいおるのかわいいね。こいつ何？あ、こいつね。ほら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 。ラッキーおるやん、ラッキー。うわー、うわ、あいつもおるやん。なんだっけ、ラルトスやったかな。いるやん、ピンプク。レベル6、電気ショック。特防高いね。うん。お、麻痺。いいね。麻痺何パーなんだろう。麻痺 10% ぐらいかな。30% じゃないよね、さすがに。で、なんか電磁波のさ、なんか、命中率もかなり下がったんだよな。昔は 100% とかで、もうガンガン 90%、80% みたいな、ガンガン下がってきたんだよな。強すぎるんじゃねえかっていうやつで。もう電磁波持ってない、なんか電気ポケモンは電気ポケモンじゃねえぐらい、みんな電磁波絶対覚えとるみたいな。大体覚えさしとるよねっていう。うわ、もう15分経ったんや。早っ。
これ動画とかさ、動画撮りながらやってるけど、もちろん充電、動画止まってたら全然気づかんな、楽しすぎて。充電状態になり、次に出す電気の技、威力上がる。これどれぐらい上がるかっていうやつよね。倍になるならいるけど、 1.5 倍なら別に電気ショック2回やった方がいいんじゃないかって思っちゃったりするんで、まあとりあえず比較いらん、比較ですか。とりあえず比較やらんわ。水浸し、なんか水の技の威力が上がるみたいな、アーダコーダママごとポケモン。うわ、ピンプク使いたいなぁ。ラッ、ハピナス好きなんだよ。ハピナスってあれだよな、なんか、その相性じゃなくて、何やったっけ、あれあれあれ。好き度でレベルというか、あれなるよね。全然なんて言っていいか。トレス、セデキ。夏気度だ。そう思い出した。夏気度で、うわぁ、ラルトス絶対強いじゃん。夏気度で進化するんだよな。ラッキーからハピナスに。確かそんなんやったよね。ラッキーに進化するのがあれなんだったっけな。あんまり覚えてねえな。通信とかじゃないよね。ハピナス。違うよね。ラッキーに進化するのは夏気度で、ラッキーからハピナス進化するのはレベルかな。レベルか、なんかアイテム。うわ、ラルトス、フェアリーなんだ。うわ、じゃあ、ちょっとどうしようかな。ディグダいらんわ。うわ、どんどん強くなる。どんどん強くなる。強いポケモンであろうポケモン知ってるからこそ、こうやって選べる。なんかおる。でもちょっと待って。ちょっとね、でもこれボックス開くのちょっとだけ遅いんだよな。じゃ、ブイゼルちょっと、なんだけど逃がすが怖いね。うわ、ガンガン、うわ、これ終わらんぞ。え、お、びっくりした。スライディングしてアタックしたら、こいつなん、こいつ新しいポケモンかな、なんか見たことない。パピモッチ。いやー、あれだな。名前のセンスがいい。もう名前の ポケモンの名前とか、もう、どうしよっか、みたいな。変な名前にもできんし、かといって、もう結構名前とか出てきちゃってるから、そう、被るよなっていうのはすげえ難しいよな。わ、死んじゃうかな。頑張れ。モンスターボール一発で全部捕まえてくるけど、これ普通なんかな。だいたい黄色にしたら捕まえれるみたいな感じなんかな。パピモッチ。フェアリー。吐息に含まれる酵素が料理を作るのに役立つため、古くから人に保護。うるす、嘘つけ、嘘つけ、嘘こくでねえ。子犬ポケモンなんだ。フェアリーって強いんかな。まあ、とりあえずいろんな、タイプ持っとった方がいいよな。水は絶対いるやろ。水は昔から強いっていうのはもう決まりだからな。あ、ポケモンセンター、そんな感じなんだ。もうあれなんだ。もう、なんだ、もう建物の枠としてないんだ。それ雨とか降らんもんな。まあ雨降ってもなんか透明ななんとかバリアーがあるやろ。私は皆さんのポケモンを元気にいたしますよ。めっちゃあれじゃん、2ブロックじゃん。2ブロックしすぎやろ。そっちは端末、え、技マシン、マジで。ショップやわ、え、マジで。え、ポケセンお金かかる？何も聞いてなかったけど。ポケモンの落とし物をたくさん分けてくれた。で、通信がここでもできるよ、みたいな。おすすめだよ、レッツゴー R。あー、そんなんあるんだ。R ボタンを押すと戦闘のポケモンにレッツゴーと指示ができます。レッツゴーしているポケモンは近くのポケモンと戦ったりアイテムを拾ってくれます。アイテム、ポケモンは体力である HP が少ないとレッツゴーはできないと思います。ポケモンが弱くなってきた傷薬などで回復してあげましょう。レッツゴーで戦闘が始まるとポケモンに指示しなくても戦ってくれるお任せバトルになります。あ？レッツゴーで戦闘が始まる。え、マジで？お任せバトル？めっちゃいいじゃん。
モカズバトルはポケモン同士の強さやタイプによって勝ち負けが決まります。どのポケモンをレッツゴーさせるか考えてお任せバトルを知りたいみましょう。なるほどね。自信まずとりあえず回復や休ませる。おお、誕生日の登録とかできるんだ。なんか回復中に喜んでくれたらまたよかったのよ。道に困った時はポケモンセンターで冒険のヒントを引いてみる。近くにあるおすすめの目的地をスマホをなんとかあだこだで、あだこだですし。誕生日の登録とかできるんだ。一度決めてしまうと変更はできないので注意してください。4月7日ん？生まれた月は7。07、04とかせんでいいよね。はい、オッケー。4月7日、決定。これなんか、あるんやろうな。特別なやつ。おっと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 。あ、とりあえずモンスターボールをいっぱい買っとって、もう傷薬とか別にいらんやろ。ピッピ人形売ってるんだ。あ、なんかもらった。10個買ったらなんか、プラスでなんかもらえるやつやけど、10個ずつ買ったらよかった。損した。まあいいか。元気のかけられた。高っ。2000円なんだ。元気のかけられ3000円でもいいと思うけどな。これさ、なんか、いっぱい持ちすぎて、入らなくなったとか多分、ないよね。おそらく。で、いっぱい買った方がいいよね。ピッピ人形なの？ポケモンの気を引かせる道具。あー。絶対逃げられるんで、いらねえな。傷薬10個もあるんだ。超イージーじゃん。さ、テーブルシティに行こう。あー、まあ、ここら辺は適当に。これ、なんて言ったっけ？覚えフィルター機能です。ぜひ使ってみてください。いらっしゃいます。技マシンマシンです。本日のご要件は、技マシンを作る。ワジマシンを作るにはポケモンの落とし物とリーグペイが必要です。冒険の途中でワザマシンを拾ったりもらったりそれぞれ作ることができる。ワザマシンの種類が増えていきます。ワザマシンの、ワザマシンマシンの、甘える。あー !RPG っぽい!RPG っぽい。てかさ、俺がさ、やっとったさ、レジェンディア。あれにすーげー似てるっていうか、そのまんま。レジェンディアは、あの、敵と戦って、なんかよくわからん、そういうなんか、ルリリの剣みたいな感じの材料を拾ったら、次の技が使えるみたいな、そんな感じなんだけど、ただ相当、なんか敵と戦いまくらんといけんっていうやつなんだけど、ポケモンの場合は結構少ないんだね。そう、これさ、眠るってさ、2ターンの間っていうことになったんだ。なんか、いびきとか、のコンボが強すぎるからとかのやつで2ターンになったのかな。それとも確定で2ターンっていうのがやっぱいいかなと思って2ターンにしたのかな。どうなんやろうな。ていうかさ、エアカッター強くない？鋭い風で相手を気付けて攻撃する。急所に当たりやすい。これ何が強いかって言ったら、冒険で行くときすごい強いよねっていう話で、威力60の、まあ、命中95で PP が25回もある。25回って強いよね。25回使えるんよ。やば。だからレベル100のやつ作って、レベル100のなんかもうよくわかる、なんか、ムクバード作って、これ特殊か。これ特殊か。25回はいいな。PP 多くて強いのっていいよね。これメタルクローとか35回だけど微妙なんだよな。サイケ光線、まあ、サイコ系のやつあるからな。さあ、もうとりあえずやっていくか。まあ、できればあれやな。牙系欲しいな。牙って、まあ、ひるみと状態異常があるから結構強いんだよな。まあ、威力ちょっと低くなるけど。アイス！ミントは強めでチョコは苦め。あ、チョコは苦めなんだ。だけ何？何これ？照り焼きアイス。照り焼きアイス。子供読めんやろ。いや、読めるか。今の子供はもう読めるんかな。ローマ字ぐらい。ローマ字はいける。英語は無理。なんとかシティへゴーっつったけど、なんとかシティどこ？とりあえずさ、
歩く、こんなん入れるよ。まあ入れるんだよね。まあさすがにね、ポケモンだからな、さすがに勝手に入るのはダメだろう。マナー違反すぎる。お、ポケモンがおる。うわ、なんこいつ、なんやったっけこいつ、こいつ名前なんでしたっけ。知らん。いや知らんやったわ。知らん、まあ、前見たら全然知らんやったわ。全然知らんポケモンやったわ。マップはこれか。テーブルシティ南。プラントタウン。まあ、とりあえずここに行ったらいいか。学校へ行こう。よしよし。じゃあ行きますか。回復もしたし。捕鯨台にしとく？これボックス簡単になんかできるのにやりたいな。よし、オッケー。まあ基本的に戦ったことないポケモンと戦うような感じで、あとは全部無視やな。あんまりレベル上げすぎて簡単。おい、暇ナッツ。世界で一番弱い暇ナッツ。暇ナッツが一番弱いんやったっけ。いや今は分からんけど、金銀では一番耐えたでしょうか。金銀では種族値がめっちゃ低いんだよな、こいつ。ヒマナッツの進化とか全然覚えてないな。使わんもん。あ、モンスターボール20個買ったらちゃんとあれなんだ。プレミアムボール2個ちゃんとくれるんだ。なんか損したと思ったけど、損してなかった。すぐ捕まえれるよ。いいね。で、捕まえてさ、捕まえまくって、なんか全部のポケモン使われるんじゃなくて、ちゃんと進化させたいよね。進化でポケモン図鑑を集めていきたいパターンにしたいわ。よし。これさ、あ、これ、あ、あったあったあった。そう、これこれ、この機能。この機能いいよね。これは普通の L か。普通の L で、これ自分の今向いてるところを真正面に向いてくれる機能、これないと不便でしょうがないわ。これいいよね。このやっぱこの機能いいよ。 R、 普通の R がこうやっていくやつなんやな。うわー、これちょっと上に行っちゃうな。うわ、みんな遊んでるね。いや、こうやって集まってこうやってなんかポケモンがおるのいいね。うわー、いいっすね。いいっす。ストライクとか出てこんかな。さすがに野生のストライクっていうのはあんまりおらんか。なんかストライクって強そうだもん。山登りといえば何こいつ。戦ってくれるの？クソ胸でけえけど。クソ胸でけえけど。みんな絶対いいよね。山ガールのトモミ。何やそいつ、硬そう。硬そう。ダンドン。ダンドン。ダンドンしてるね、こいつ。ダンドン捕まえれんかな。ま、後悔ま、蒸気機関。これ、ポケモン変えた方がいいかな、さすがに。ま、変えなもいけるやろうと思ったけど、多分変えた方がいいわ。あ、てか、水鉄砲持ってないか。水浸し、ちょっとちゃんと説明見るか。ダンドン。ダンドン。名前いいね、ダンドン。水浸しって何？あ、てか、技説明見ればよかったな。Y で見れるやんか。おお。ああ、そういうこと？相手硬そうだけど、これ耐えたり効くってこと。おお、いいっすね。いいけど硬いね。主力値の防御主力値高そうだね。130ぐらいありそうで、攻撃が20とか。めっちゃ低い。20はさすがにないか。ポッポで35だもん。攻撃力がまあ60ぐらいかな。で、防御力どれぐらいかな。110ぐらいかな。で、進化したら120で、次進化したら135みたいな。長、うわ、こいつ長。よし、OK。V ゼル水鉄砲持ってないのちょっと不便だな。
とか山ガールとこの胸でかくしまくっとのどうなん、もうちょっとペチャパイでもよかったと思うけど。すごいよ今のゲームって。こんなんなんだろうな全部。その子供専用というか子供向けのゲームでもちょっと胸でかくしてやろうみたいな。ちょっとでかすぎやな。ちょっと控えてもいいような気がするんだけど。お、こいつは何、こいつもとウバか。おお、あ、コイキング乗る。うわ、コイキングいいね。ギャードス絶対。あ、スピードスター。ダメなんだ。コイキング。え、こいつ戦え。あ、こうやっていったらいいんか。うわー、これちょっとコイキング超欲しい。 V ゼリーランケンコイキングがいい。いけ。え、なん乗れるん、乗れんのかい。あ、これ V ゼルならさ、いけるとかそんなんあるんかな。 V ゼルいけ。 V ゼル、あ、 V ゼルいけ。ヤース、すぐ落ちるやん。 V ゼルいけ。おいおい、倒しちゃったよ、倒しちゃったよ。あいつコイキング倒しちゃったよ。あ、違うか。なんかモンスターボールそのまま投げるやったっけ。モンスターボールどうやって投げるんだっけ。あ、これか。あ、そ、モンスターボール当てて敵と戦うんだった。てかちょっと逃げるか。ちょ、コイキングもう一回出らんかな。こうやってさ、カメラアングルを変えたらコイキングもう一回出てくるとかないんかな。コイキングもう一回出てこんかな。てか、あそこはどうやって取るんやろ。コイキング使いて。え、ギャラタス使う。おっとっとっと、出てきた出てきた出てきた。これを気合でいく。うわっ気合でいけれんのか。ちょっとお前、水着の風邪ひいてもいいけどさ、泳げや。俺、小学校4年生の時は、普通に50メートルとか100メートル泳げたぞ。うわ、なんかおる。うわ、コイキング、くそ、あいつ。どうやったっけ。これか。違う方向に投げてる。あ、鬱陶しい、こいつら。ちょ、コイキング。ちょ、お前。ちょ、お前。あ、コイキング増えた。くれ。いや、お前、コダック。こんにゃろ。いや、違うって、お前。うわー、これ飛んだ。飛んだ瞬間狙えばよかったな。ウッパー、お前。ちょっと可愛いけど。うわ、ちょっとこれ水、ちょっとあれ、泳げんのがちょっとあれだな。うわ、コイキング超欲しいんだけど。絶対捕まえる。絶対捕まえる剣。うわ、ちょっと処置。こいつは全員消せんかな。あー、今狙いたかったけど、ちょっとあれやもな。ここら辺で。惜しい。あ、今。よしよしよし。戦え、V ゼル。よーし。レベル5とか言わんでよ。レベル7、いいね。じゃあ、耐えたりで。どうすこい。お、いいね。いいコイキングだ。こいつはいいコイキングだ。うわ、これ厳選して。ワンパクやったっけ。攻撃力高めの。ギャードスがいいな。ギャードスって、こういうの高いよね。まあ、両刀いけるんだけど。これで。ギャラ使うやろ、ギャラ。よっしゃ、またギャラ使ったら、またショートでめっちゃ再生回数取れるやん。いや、ただギャラ使いたいだけやけど。いや、V ゼルよりギャラでしょう。V ゼルよりギャラよ。V ゼルだ。水タイプは1匹で十分や。うわ、これポケモンレベル上げて。レベル上げして。ちょ、コイキング見えるか。強さ、どうやって見えたっけ。あ、これか。
お、攻撃が、うわー、素早さが下がってる。くーんー、まあでも攻撃が上がる分にはいいか。なんかさ、攻撃上がって HP が下がるみたいな、なんかね、HP 下がった方がきついんか。うわ、でもいいぞ。あと、水のやつ捕まえたかったんやけど、アメンボのやつ。めちゃくちゃ、これ一生進まんないね、俺。いや、みんなこんな感じなんだろうな。うわ、重い。ちょっともう、行こう。ちょっと寄り道すぎた。もうご飯炊けちゃったよ。ご飯炊けちゃったよ。てかもう38分やで。え、なにこいつ。あ、豚かよ。豚かよ。食ってまうぞ、お前。俺が料理してやるわ。豚さばいたことないけど。豚さばいたも豚硬いんかな、さばくときって。一回さばいてみたいけどな。もへんもへんとか言いながら。ここが。え？ここがテーブルシティ。配達の途中だけど。どうしたお前。お前どうした？透明人間に急になったけどどうした？怖いよ。どうした？配達の途中だけどちょっと勝負しよう。こういうのがあるんやな。秀則。やっぱゲームなんだな。なこいつ、鳥じゃん。鳥がお前ワニに勝てると思うなよ。緊張感。うーん。まあ、火の粉で。てか、レベル6なんだ。ちょっとあれだな。寄り道しすぎたな。レベル6なんだ。いや、これ、寄り道せんやつのためにレベル低くしてるんだろうな。いや、寄り道するやろ、これ、基本的に。いや、今回のポケモン、俺マジでゆっくりやるからな。あの、ドラクエ8とか、全然ゆっくりやらんで、もう早く次進めたかったから、もうガンガン進んじゃったもんね。ポケモン勝負してますか？はい、してます。あ、こういうゲームが早くギャラドスにならんかな。ギャラドス待ちやな。で、こんなんでさ、勝てるんかな？ちょ、コダック倒しとく？ラルトスやったっけ？あ？方向、うーん。ラルトス何覚えてんだろう？このままじゃちょっとあれだよな。なんかジムリーダー戦っぽいのはきついかな。ラルトスは？お、特攻が上がって防御するから最高じゃないか。念力覚えてんだ。念力の威力って？いや、念力見してよ。これ、どうやってあれするんだろう。あ、並び替えで。あ、並び替えで見れるね。弱い念力を相手に送ってこんなんだ。あ、命中50なんだ。命中50。最高、最激光線ね。命中、ん？威力が65。で、影分身覚えてんだ。影分身覚えて念力覚えと最強じゃないか。影分身マジで最強だからな。ややこまって強いんかな。ちょっとピンプクがちょっとゴミやな。特攻下がって、特防上がるのはいいけど特攻下がるんだ。うわ、ダメだな。ちょっとピンプクやめとく？ちょっとピンプクやめとこっか。なんか変えよっか。こいつ、ピンプクって何？フェアリーか？あ、ノーマルなんだ。水、飛行。ピンプク、ちょっといらんな。ディグだ。ヤングース。虫強いんかな？この虫強いんかな？どうしよっかな？ウパー安定して強いんやけどな。やっぱなんか、豚のがいいんかな？豚なんだっけ？ノーマルか。ノーマル一匹入れとく？ノーマルって何でも覚えるじゃん？あのパンはパン。これフェアリーだっけ？パンフェアリーか。パンっていう。パピポッチね。絶対覚える気ない。いや、豚入れようか、やっぱ。豚入れよう。ピンプクと豚入れ替えて、で、水の丸炎を飛行、電気、フェアリー、エスパー。
うわ、これで行きたいね。もうこれでさ、全部制覇したいわ。ただなんかいいやつ出てくるんやろうな。いいやつ出てきてさ、あ、やっぱこいつにしたいなとかなるんだろうな。いや、俺はこいつらで行く。ポケモンとかって、あれだからな。まず、一生遊べるからな、その一つのゲームで。さあ、学校着きましたよ。43分。1時間43分経って、ようやく学校に着きました。めちゃくちゃ時間かかりました。大丈夫かな？おーい、ライス。ちょっとガンガン進めていく？坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれぐらいた、いいけどさ、お前、戦うの好きね。お金ちょうだいね。もう負けたら金くれよ、お前。ポケモンバトルってその辺でやっていいんだ。まあ、外やもんな。ニャンビーとかなんだっけ？ニャンハなんだ。あ、もしかしたらニャンハが進化したらニャンビーになるとか。はい、効果抜群。噛みつく。うわ、噛みつく覚えてんだ。いい技をお持ちで。最悪。うわ、いい技をお持ちで。うわ、いい技お持ちで。え、ひるみってな、30%？ なんだっけ、あの、トゲキッスがさ、もっとさ、特性。天使の、なんだっけ、天使のじゃないか。天使のじゃないか。天めぐしか覚えてない。天めぐ、なんか、ひるみの確率が上がるみたいな。特殊効果の、なんか、あれが上がるみたいな。倍になるみたいな。あれ持ってんのかな、もしかして。お、噛みつく。誰が俺かとか、ほげたか。じゃあ体当たりだろう。あ、待てよ、臨床って、特殊。うわ、特攻下がると特攻、うわ、こいつ特攻高いんだ。まあでもいいか。多分こいつ、だいたい御三家は両刀いけるもんな。ママ子や？ん？火の子？パモ？え、お前パモ使うの？え、こいつ火の子覚えたよ。え、お前、燃えるのか？あ、てか、お前あいつになるやん。お、なんか、しと。ややこま、知ってるー。なんか、炎の鳥知ってるー。そうか、そういうあいつになるんだ。なんか、ファイヤーみたいなのあいつになるんだ。いや、全然燃えてないけど。あいつになるんじゃん。で、パモか。パモかも。別にホゲータでもいくか。いや、ラルトスちょっと見とく？どれぐらい強いか。掛け分身してさ。ラルトスちょっと見ようぜ。行け、ラルトス。ポケモン変えるときは、さすがに、あれなんだな。ロードがあるな。パモ。ネモはパモーだ、繰り出した。パモー。レベル何本？トレース、セデンキ。もう物理技やってこいや。電気ショック打ちそう。てか、レベル9なんだ、高えな。影分身。ライス楽しいね。とっておき。何とっておきって。パモー？え、何それ。あ、なんかあれか。なんだっけ。なんかクリスタルアダコーダ。うわぁ、なんそんなぬいぐるみ欲しい。でも硬そう。ポケモンをテラスタル。威力、パワー、タイプの威力をもっと高めるんだ。うわ、死んじゃう。電気ショック。いや、特防高い。うわ、すげえ食らう。影分身したのに。影分身あれやな。防御力高いやつじゃないと意味ねえな。念力。避けるー。はい、防御力も上がるんかな。あー、やな、分からんな。ギャース、パモー。うん、初めてポケモンが倒れた。いや、しかし相手ピンピカピンやな。じゃあこっちもパモ出す。いや、ホゲータぐらいしかないか。
一撃じゃしないやろ。わ、パモって防御とはもう噛みつくでっか。噛みつくは悪なんだ。なんか噛み砕くが悪みたいなイメージあったけど、噛みつく自体がもう悪なんだな。うわお、10ぐらい食らったか。うわ、ワンチャン死ぬんか。ちょっとアイテム使っとくか。回復して戦えばよかったな。戦う知らんやったもん。あ、てか死んだらさ、経験値もらえるのか。ちょっともったいないことしたな。死んだ時点で結構ダメなんだな。これ11食らったらやべえんだけど。10。ギャース。あー、まあ、火の粉使ってみるか。あ、てかさっきの火の粉をやっとけばあれやったな。猛火で。今猛火になってるわ。今猛火だわ。火の粉猛火だ。死ねー。パモー、パモーって言って、瀕死になっていかんかな。いや、あいつ絶対パモパモって言うわ。ポケモンの今アニメ絶対パモが出てきたら、パモパモ。エコーボイス。え、あの豚ってな、声、特殊系なんかな。急成長にびっくりだよ。お、よっしゃ、540円やった。あざす。よし、これでコンビニ行って、あの、ジャンボ、モナカジャンボ買おうぜ。コンビニとかなさそうやもん。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。ずるい。あ、そうだ、ライさんまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。ポケモン強いから忘れがちだよ。ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負の俺、お、元気のかけらあざす。あ、今さ、ラルトス経験値もらった？ちょっと見てなかったな。それちょっと知っとかなな。そしてこちらの門の向こうが学校の街テーブルシティだよ。街の中は坂とか階段とか多いから人回しして追っかけてみる。じゃあ一回寝るか。一回どっかでホテルで寝るか。な。ビジネスホテルで一人でっつってから一人で入って、で、その後、まあ、ちょっと女の子がこうエレベーターに入っていって、一人の料金で二人泊まるみたいなね。そんな犯罪、ちょっとしたグレー犯罪。まあ、グレーなんだけどね。本当にグレー。やっちゃいけないけど。受付で大体、あれ？どちらさんで？みたいになるけど。大体受付の人が、もう、あいつチェックインしてないのに勝手に入っていくやん、みたいな。ちゃんと見てるからな。知らんけど。全然知らんけど。追いついた、やっと着いたね。もうやっと着いたわ。ここがテーブルシティ、パルディア地方の最大都市。まあ最大っぽいな。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人がやってくるの。てかさ、文字のさ、あの、送り方がさ、上こうやって読むじゃん。髪型をいじれる美容師屋の次、惣菜屋が上に行ってって言おうと思ったけど、なくなっちゃったよ。お惣菜屋さん。いや、スーパーが気になるな。スーパー気になる。やっぱ、そこの地方の、その、スーパー行きたいんだよな、スーパー。スーパーによって、その肉の出し方とか全然違うから、うわこんな肉の出し方してるんだっていうのはちょっと見たいかな。で、大体ね、イオンとかね、行くとね、大体一緒。うん。全国やからな。よーし。じゃあ上に行くだけなんかな。とりあえずまっすぐ行くか。ちょっと時間かかっちゃったからな。で、一応、なんか物語かーって進めて、これ街の旅は、裏でちょっとやろうかなと。何がどこにあるとかは。だからそこら辺は多分実況することじゃないかなと思うんで。マップ。うわ、結構広そうだな。うわ、しかし広いな。こうしてこう。おー。学校がここにあって、今のさ、通りがさ、こんな感じでさ、ここで結構さ、歩くの時間かかったからさ、こっからさ、ここまで行くの時間かかりそうだよな、めっちゃ。だけど多分ポケモン乗って、空飛んで、いろいろやるんやろうな。うわー、こういうの。うわ、全部見たいけど、ちょっと時間かかりすぎちゃうから。ちょっとまっすぐ行って。
ストーリー進めて、俺が裏で後で楽しむと。さすがにみんな話しかけんでもいいよね。うわ、パンツギリギリやん。もうちょっと足出しすぎ。君もスター団に入ればお日様のように輝けるよ。なんだ？なんだこいつ。やる気なさそう。やる気なさそう。ほんと、なんならさ、君、仲間と眩しい生活を、ロケット団みたいなことかな。で、絶対みんな言う。実況者全員言う。ロケット団みたいなやつか？こいつら、みたいな。見守る。すぐには助けない。いや、嘘やん。触らない神にたたりなしみたいな、ことわざあるやん。まあ、助けるで、はい、こんにちはと。ん？スター団に何か用？入団希望たら後でね、今お話し中なのでね、あんたら泣く子も笑う。スター団、君知ってるよね？知らん知らん。なや、お前ら。一から順に説明しろや。どうやってその組織になったか。舐めっぱなしだと団の面目を丸つぶれ。勝負するの？2対1かな？あ、2対2かな？君もポケモン使えるよね？ダッセー。ダッセー。なんこいつダッセー。可愛くもないし、ダサいし。シュル、シュル。もう1対、1対1で戦うんだ。2対2かと思ったけど。シュル、シュー、シュ、ん？シル、シュール。あ、相手の属性が分からんのよな。なんかフェアリーっぽくないな。虫かな。分からんな。でも水タイプっぽくはなさそうやけどね。まあ、とりあえず火のことを、そのタイプ技を。そういえばノーマルってやっぱ急所ないんだよな。やっぱノーマル技は急所ないんだ。急所がないやつってノーマルとドラゴンぐらいか。ドラゴン一応急所あるけど、ドラゴンにドラゴンって。でもなんでノーマルって急所ないんだろう。やっぱ効果今一つが少ないか。何なのこの新顔ちゃん、マジ強いんですけど。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が、ちょっと何やってんのよ。ダバン。渡る出てこんかな、急に。あ、生徒会長？ポケモン勝負するなら私と。スター団が、スター団がこっち喧嘩売ってきたんだよ。こんなんだったらぶん殴るわ。せっかくだから、ライスが超マル秘アイテムで解決しちゃえ。あ、それが、あれか、クリスタル、テラスタルオーブ。テラスタルオーブ、結晶の力を秘めているオーブ。ここはあれなんだな、読み仮名ないんだな。結晶って読めないだろう。テラスタルオーブを持てると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。炎のホゲータは炎のタイプにテラスタルしそう。これ もらうのって本当は専用の授業を受けないとだけど、私は推薦しとってやから。バイバイ。実践するんだ。あー、でもロケット団みたいなでっかい組織じゃないんだな。なんか不良みたいなもんか。ダサいんだって。なんかかっこいい持ち方するやん。ヤングース。ヤングースなんだ。なんかヤングースの主みたいなイメージあるけど、まあ一回だけしか使えんのはテラスタル火の子。テラスタルの時だけ解放者になるとかないんかな。まあ、なんか技変わるとかなかった？なんかダイジェストなんてあかんたら。それ前のやつか。ソード&シールドのやつか。実況者のね、動画はね、ちょろちょろは見たことあるんだけど、少ししか分かってないというね。火の子ドーン。睨みつける。これやっぱ炎の方が強いんだよな。多分 1.5 倍の 1.5 倍になって2倍になるとか、そんなんかな。てかタイプ
一緒にすれば威力が上がりやすいけど、その相手に読まれちゃうからあんまり良くないみたいなのがあるかな。やっぱね、炎対水とかやったらね、草とかに変換して草技出した方がいいみたいな多分あると思うけど、ただ威力は 1.5 倍のままになっちゃう、炎だったら2倍になっちゃうみたいな感じなのかな。テラスタイプと同じタイプの技はさらに強くなる。あ、やっぱそっか。たまに全然違うタイプにテラスタイプするポケモンもいるから制約の幅がぐーんと上がるよ。じゃあこれ、海竜とかさ、ドラゴンをドラゴンテラスタルしたら相当威力上がるんじゃない？それで激鱗とかしたらもうとんでもない激鱗になると思うけど。だって海洋画か。海洋画のさ、水の潮吹き。あれ威力150あって、で、タイプ1で225になって、さらにタイプテラスタルしたら300になるってこと？大爆発じゃん。こいつなんなん？なんかEVのぬいぐるみ、なんかあんまり可愛くないEVのぬいぐるみつけとくけど、もうちょっとなんか薄い茶色が良かったけど。地獄の階段行くか。お前4段飛ばしぐらいして階段登っていたな。もうゲームはしょうがないか。ゲームのさ、階段ってさ、段がさ、ちっちゃいよね。もうちょっとでかい感じでもいいような気がするけど。うわぁ、たださ、1時間か。いや、ちゃんと、なんか、いや、待てよ。どうしよう。一回やめてさ、こう街徘徊していい？うわ、いい眺め。一回徘徊して、で、そっからちょっとイベントする？もう1時間経っちゃったし。1時間、1パート1時間がいいんだよな。ちょっと、ここで一旦切るわ。ここで一旦切って、ちょっと街の中いろいろ見て、でそっからちょっとイベント進めるわ。うん、いや、それにしよう。じゃあ今回はここまでにして、次回へやっていこうと思います。今ストーリーどれぐらい進んだかな。 20% いったかな。これで 20% いったらびっくりやけど、これで 5% ぐらいかな。今パート2だろう、 5% だろう。この調子でいくと、10で4だから、10で4パートだから、4パート40ぐらいいくな。うん、まあいいか。